こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。アマゾン物販は、早い者勝ち。早い者勝ちです。早く始めて、適当に続けた人。スタートは遅れたけど、頑張った人。早く始めた人の方が稼ぎやすいのがアマゾン物販です。なぜなら、アマゾン物販は椅子取りゲーム。すでにその商品を販売している人がいれば、後から参入する人は面倒な許可を取ったり、あるいは、その先に販売している出品者をはるかに上回る実績を上げないと販売できません。これはアマゾンの方で、管理を優しく、あるいは購入者に優しいためにこういう仕組みになっています。販売する人が少ないうちに出品すると手間いらずで販売を続けられると。ですんで、Amazon 室、スピード優先が丸です。あれこれ何よりもより、どんどん販売していくのがおすすめです。今、これ販売できないんですけどとか、何か許可を求められましたというのがね、出てきて、もうこういうの事前にわからないかというようなね、質問もあるんですけど、正直出品者によってこれまちまちです。同じ商品を出しても全く許可のいらない出品者もいれば、許可のいる出品者もいると。違いはというと実績があるかどうか、問題のない取引をたくさんしているかどうか、早く始めたどうかということで決まってます。またね、この辺の解説は、おいおい、もっとしてきますけど、まず早い者勝ちということでね、とにかくどんどん商品を見つけて売ると。で、売ったら補充を続けるというのをね、最優先でやってください。またご質問、ご報告を待ちてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。